さっきから聞いてりゃ何を思考停止してんだ。なんで魔女の仕業ってとこに落ち着いてんだよ。そんなのあるわけねえだろ。だって明らかに人間には無理な事件だったじゃないか。そうだぜ。バトラ様のおっしゃることが僕には分かりません。お前たちこそ何を口々に言い出すのかさっぱりだぜ。犯人のトリックはまだ説明できないが、人間の仕業だって断言できる。それはひどい暴論じゃないかい。説明できないのに人間に可能だと断言できるなんてめちゃくちゃだよ。できないことは魔女が犯人ってことで落ち着く方がよっぽどめちゃくちゃだぜ。バトラは何も説明してない。マリアたちは人間の仕業だということを説明できない。だから人間じゃない存在が犯人、それが魔女だとそう言ってるのに。バトラ、犯人は19人目の魔女じゃなくて18人の中にいると思ってるの？そういうわけじゃ。身内に殺人犯がいるなんて思いたくない。ただだからといって安易に19人目を肯定はできねえ。意味わかんないよ。バトラは何がしたいの？矛盾してるかもしれないが、俺はあれだけ大勢を殺した憎い犯人を見つけ出したいんだ。どうしても許せねえんだ。兄貴だって両親の仇を見つけたいだろう。ジェシカだってカノン君の仇を。カノン君だってシャノンちゃんの仇を見つけたいだろう。シャノンちゃんだって自分を殺したのが誰なのか知りたいはずだ。魔女だの魔法だのってのは思考の放棄だ。兄貴たちは分からねえ事件に屈服して降参しただけなんだ。そんなの犯人の思うツボじゃねえか。バトラだけはどうしても信じないね。バトラが信じれば奇跡が、魔法が完成するのに。あ？全員が認めた嘘は真実になる。そういうことか。あいにくだな。全然ダメだぜ。魔女なんていねえ。どうして？悪いが、